さあそれではこの試合を振り返っていきましょう。カープの先発はコルニエルです。先発3試合目、1回から非常に安定したピッチングを見せました。リチャードを三振で3アウト。一方のソフトバンク先発はガンケルです。先発これが2試合目、ランナーを1回許しましたが2アウトランナー1塁2塁、二股をサードゴロ、得意のゴロアウトを取ってここもゼロでスタートします。で先制したのはソフトバンクです。ランナーを2塁に置いてこれ二股よく取ったんですが、一塁二塁ランナーの井上の好走塁もありました。1点を先行しましたソフトバンクです。井上の好走塁が行きました。昨日タイムリー内野安打です。で同点に追いついたのは広島、3回でした。ランナーを2塁に置いて田村の同点タイムリー、2対2の同点、1対1の同点に追いついた広島東洋カープです。でその後投げ合いが続いてソフトバンクの攻撃をコルニエル、木を三振、そして河原田も三振、この縦のスライダーよく落ちていました。当たっている三森も打ち取ります。コルニエルの好投が続きました。で6回もこのリチャード全くタイミングが合いませんでした。今日3三振です。一方のガンケルですが、こちらもランナーを出すんですが、この中村貴弘も今日はヒットを打つことができませんでした。そして8回です。ワンアウト満塁というチャンスをつかんだのはソフトバンク、そして今日ヒットを打っている柳町を迎えます。小林から甘いスライダーをライトフェンス直撃の、これがタイムリーツーベースヒット、2点を勝ち越します。2人が帰ってきました。3対1としました。柳町のタイムリーツーベースヒットで、なおもランナーが2塁3塁と変わって4番のリチャード、ここまで3三振でしたがセンターへの犠牲フライ、貴重な4点目が入りました。ソフトバンクです。4対1。そして8回の裏カープの攻撃、この回ピンチを招いたところで甲斐野がマウンドに上がります。ワンアウトフルベース、そしてピンチヒッターに末金、東洋大学の同期対決ということになりましたが、これがキャッチャー前のゴロ、その間に三塁ランナーが帰って1点を返して4対2となります。そしてなおも2アウトフルベースと変わってカープの攻撃、しかし中村健人を三振、フォークボールがよく落ちました。カープの反撃は1点止まりでした。4対2。そして9回、今日先発マスクの久喜、今シーズンの第1号のホームランがここで飛び出します。5対2、貴重なホームラン、一岡から打ちました。5対2。そして最後尾形がマウンドに上がってカープ反撃、結局9回の裏は0に抑えて5対2でソフトバンクがカープを破っています。